気象庁は今日11月から来年1月までの3ヶ月予報を発表しました。ラニーニャ現象が続く見込みで、12月以降は西日本、東日本を中心に寒気が流れ込みやすく、冬らしい寒さとなる見込みです。それでは1月にかけての平均気温です。気温は11月から1月の3ヶ月を平均すると、西日本や東日本、東北で平年並み、北海道は平年並みか高い予想となっています。ラニーニャ現象が継続するとみられ、上空を流れる強い風、ジェット気流は南に蛇行します。日本列島の上空に寒気が流れ込みやすくなる見込みです。特に12月の気温は西日本、東日本で平年並みか平年よりも低い予想で、暖かな秋から急に冬らしい寒さとなる可能性があります。冬支度はいつも通りにしっかり進めておくと良さそうです。それでは続いて降水量を見ていきましょう。全国的に平年並みの予想となっています。月別に見ていくと、12月の西日本の日本海側は平年並みか多い予想です。寒気の影響を受けやすく気温も下がるため、山沿いを中心に早い時期から雪の積もる可能性があります。2シーズン続けて記録的に雪が少なかった西日本の日本海側も、この冬は平年同様に雪が降るとみられます。久々に雪になるところがあるため、早めに除雪道具の確認などを行っておくと良さそうです。今後の気温の変化にも服装などでしっかりと対策していきましょう。 Thank you.